スタシース・ロゾライティスは、リトアニアの外交官、外相。息子は、同性同盟のスタシース・ロゾライティス。1898年9月5日、カウナスに生まれる。1918年から、リトアニア内務省で勤務。1923年に、外務省に入省。1923年から1929年まで、ザイベルリン・リトアニア公使館で勤務。 1929年末から1932年まで、在罰管リトアニア公使館で勤務。1932年9月、リトアニアに帰国。1932年から1934年まで、外務省政務局長。1934年から1938年まで、ユーオーザス・トゥーベリス首相率いる、第16.17内閣の下で外省を務める。 1938年3月に、リトアニア政府がポーランドからの最後通帳を受諾すると、トゥーベリス内閣は3月24日に責任を取って、総辞職し、代わって、ブラダス・ミロナス首相率いる第18内閣が発足した。ミロナス内閣の下で、ロゾライティスは外相代行を務めることとなったが、その後ロゾライティスは外相代行を辞任し、同じく、 ミロナス首相が率いる第19内閣では、ロゾライティスに代わって、ユオザス・ウルプシースが外相に就任した。ロゾライティスは、その後、1939年2月から1940年まで、中イタリア公使を務めた。1940年、リットアニアでソビエト化が始まる直前の6月2日、ウルプシース外相は、ロゾライティスを、 在外リトアニア外交部部長に任命した。外交部の本拠地は、ローマで、ロゾライティスは、リトアニアがソ連に占領されていた1940年6月15日から1983年12月24日まで、外交部長を務めた。1983年12月24日、ローマで死す。彼の死後、外交部長は、スタシース・アンタナス・バチキスに引き継がれた。 外交部はリトアニアが独立を回復する1991年まで存続し、それまでバチキスが外交部長についていた。1998年、ロゾライティスの遺骸がカウナスのペトラ州内墓地に移された。ありがとうございます。